クラッチ。はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。今日は大阪府東大阪市メトログラッチェ中石切店さんにやってまいりました。さあ、今回初めてするこちらメトログラッチェさんなんですけれども、実は昨年末にグランドオープンしたばかりという非常に新しい店舗での街道日記となっております。そして今日は整理券の方こちらです。先着順での配布だったんですけれども、今日は11番での入場ということで、昨夜ホールの中も見まして、一応狙っている機種はございますので、朝からはそちらに向かいたいと思います。それでは審査の街道日記第188話、よろしくお願いします。よし、行きます。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、スロットコーナーはこのパチンココーナーを抜けた奥になってます。そして今日狙ってる窓かまぎっかは入って右側。取れるかな。結構やっぱ皆さん行きましたね。ここ行きましょう。カウンター前の窓マギ。さあ、やってきました。今日は東大阪市のメトログラッチェ中石切店さん、朝一は窓かマギか、こちらの台から行きたいと思います。よろしくお願いします。これで今日2回目の実戦になるんですけれども、街道日記では前回の実戦では8000枚オーバーの獲得と大きな勝利を残してますので、今日はまたこの窓かまぎかで大勝ちできればなと思ってます。さあ、開始直後チャンス面ありましたけれども、ボーナス自体はゲーム数管理というところなので、朝一は早めの解除に期待したいですね。変換の断り、開始中7ゲームというところです。最初の円環の断り便乗ステージはボーナス当選ならず。お茶にしましょう。突入が欲しいです。ここはどこ？さあ、本日3回
枚目の円環の断りからバトルです。銀の窓、350枚から今日1回目のボーナス当選です。とりあえず1回目のボーナスまでは、そんなに深いゲーム数じゃなくてよかったです。さあ本日1回目のボーナスはビッグボーナスになります。まずは完全告知からいきたいと思います。窓かまギガのボーナスの面白いところはボーナスゲーム数の上乗せが行われるところですね。ボーナス中、そしてその上乗せゲーム数召喚にはコブラドロイの高確率ともなりますので、上乗せが ART 突入のチャンスとなる面白いボーナスになってます。乗せたいですねゲーム数を。ちなみに1回目のボーナス、ここは今完全告知を選択しておりますので、金の扉が閉まればその時点でホムラ揃い、マギカラッシュが確定となります。チャンス目が欲しいところですね。ここチャンス目、さあ10ゲームのボーナスゲーム数上乗せ、ここからが高確率になります。ブラトロイで ART までゲットできるか。ここはホブラトロイ出して10ゲーム消化です。これで1回目のビッグボーナスはゲーム数を全て消化になります。上乗せは10ゲームありましたけれども、ここは小倉絵柄はソロマスという結果です。まあ前回の実戦ではたまたま掴んだ ART が大きく伸びてくれましたけれども、この間の話覚えてる？ ART 自体初期ゲーム数50ゲームありましたし、もちろん ART 1のボーナスもあって、結構上乗せの頻度も高いなという印象を持ってますので、マギカラッシュにひとたび入れば一気にこう数千枚の獲得もう十分見込めるのではないかと思ってます。なので仮に投資が大きくなったとしても、ある程度掴めればとは思いますけどね。ここでさらに追加投手になります。1000枚じゃない、550枚ですね。さあ1000枚以内で今日は投手を抑えたいです。その中で、まあ、交換はもちろん1000枚以上目指して、よし、はい、現在ビッグが終わって180キューベイルーレット、それ激アツ、チャンス目もありましたけれども、さあここはまあ当選経験は何でもとにかく当たってくれれば問題ないです。私の次、いや激アツも出てますし、赤文字、ここはボーナス当選の大チャンスです。ボーナスが終わって196ゲーム、投資がこれでちょうど今600枚ですね。
回目のボーナスはプチボーナスになります。プチボーナス来たよ、ゲット来たよ、ゲット。プチボーナスでももちろんここは ART のチャンスとなりますので、なんとかチャンス役をお送り引いて早めに ART に繋げたいです。当選はならず、これで1回目のプチボーナスが終了になります。はい、というわけで、ちょっと開店前からトイレを我慢してて、もうそろそろ限界に来ましたので、お手洗いの方にちょっと行かせていただきます。メトログラフテさん来てますけれども、昨年末にグランドオープンしたばかりというお店ですね。最近リニューアルとかグランドオープンしたお店の特徴として、もうスロットコーナー直島をなくして、こうやってちょっとカーブしてるような島を配置してるお店多いですね。そういうお店が多く見受けられます。こちらメトログラフテ中石切店さんもスロットコーナーは全て直島ではなく、もうちょっと扇形といいますか、 R 島のコーナーばかりになってますよね。ラインナップが充実しているので、後で全面移動はしようかなとも思ってるんですけど、まずは前回大勝ちした魔法少女まどかマギカ、こちらの台を ART 当選までは打っていきます。まだ始まったばかりですからね、勝負はここからだと思います。これちょっとやばい、やばいっすね。 ART なしのまま、私も食べたいな。投資1800枚、これはちょっといかんぞ。今日も天気いいな。さあ、これでゲーム数はボーナスが終わって500ゲームに。マドカが魔法少女になればマミよりずっと強くなれる。ただ一つだけ。さあ、ここはチャンスです。期待してなかった。
ですけど、やっと今日最初の ART 当選は総投資1900枚から。それでは行きます、マギカラッシュ。やっと始まってくれました。一気に取り返したいです。ここボーナスの全長か、あるいはワルプルギスの夜に行ってくれるのか。残りは21ゲーム。さあ発展しました。Thank you.
ますので、もちろん ART 現物の議員さんがストップして、これがいいところですよね。枚数は1478枚。
約500枚というところですね。さあ3セット目があるかどうか、お願いします。終了です。追いつくことはできませんでしたけれども、だいぶ取り返しましたね。ここで良かったと思います。今日最初のマギカラッシュ。ARP が終わってから50ゲーム以上消化しましたけど、ボーナス間でも100ゲームを超えて、今1400枚くらいは持ち込みがある状態ですね。あと500枚どうするか、ちょっと周りの状況を見て考えたいと思います。なんとか1400枚以上獲得したんで、投資分まであと500枚くらいなんですけどね。移動、もしかしたらここから良くなるかもしれないですもんね。窓バギー戻ります、続行します。ありがとうございます。さあ交換の方はこちらです。818枚、マイナスは1900枚投資がありますので1082枚のマイナスですね。はい、実戦終了です。今日朝から魔法少女まどかマギカ行きました。ART 当選までに投資が1900枚かかってしまいましたので、だいぶきつかったんですけども、最後は交換の方がこちらでした。1000枚以上はあったんですけど減らしてしまいまして、818枚の交換ということで、今日はマイナスの1082枚という結果でした。カイドウ2期2014年初戦勝利で終わることはできませんでしたけれども、まあ途中マギカラッシュいい流れが1個あったので、何もなく終わるよりは良かったかなと思います。さあ次は189話、そして節目の190話とありますので、なんとか190話まで収支のプラスを維持できるようにやっていきたいと思います。以上、審査の街道日記第188話でした。